予備校は、かつて存在した、日本の予備校。東京都墨田区両国を本拠地に、大阪府東大阪市伏線にも、校舎を持っていた。略称は両国。経営者は、後に、高畑銀蔵個人から、東京都墨田区の、総合学院になったが、この件に関し、完全な経営権異常なのか、校長所有の会社あるいは、 学校法人等への異常なのかは不明のまま並行を迎えた。なお、高畑金蔵が会長をしていた全国医科史家大学進学指導協会とその関連会社とされる医派く受験研究者等は総合学院の主要な系列団体及び会社であった。両母の不当解雇に関する裁判の時は経営は株式会社 RFN とされた。 一時は大手予備校の一つとみなされた時期もあったが、少子化による老人生の減少で生徒募集が困難となってきたことや、特に本拠地である東京校に関しては、東京に河合塾の医師学部進学専門の校舎が建設されるなど競合する違派く専門に予備校が増加してきたこと等により、経営が厳しくなっていた。このため、使命が終わったとの判断により、 2005年2月8日に、並行した。医師役系を主力として、全寮制をとって瞬間な規則を課す、いわゆるスパルタ教育が特徴であった。なお、全寮制を謳ってはいたものの、特に末期には、実際は通学生でも入学が可能であった。入学説明会の際には、入学生は5から6時間ほどかけて、校長の話を聞き、 入学生の学習の意思を確認するために、将来立派な医療人、立派な社会人になることを決意し、あらゆる観難シ苦に耐えて、受験勉強に励む者以外は、両国予備校に入学してはならないが、誓うかと問い、入学生に誓いを立てさせた。この校長から生徒らへの問いかけは、一人数とに向けられ、基本的に全員が、はい、と答えていた。学生は、 自宅学習報告書を毎日記入し、学習時間が足りないとみなされた際には、反省書を書くことが義務付けられていた。ピーク時には、複数の寮が乱立するくらい盛況であった。毎朝テストが行われていた。JR 総武線で近視町両国付近に差し掛かると、同予備校の建物が多数目に入った。自前で建築したビルの他に、 地元で売りに出された古いビル物件や空室を購入、賃貸契約し、改装して利用された、教室、行動もあった。なお、2005年に、プラチナ予備校及び、両国予備校の元講師陣により、東京都新宿区に、両国プラチナ予備校が、新たに発足し、2009年に、私立医学部受験予備校メデュカパスと、校名が変更されている。また、 2011年にメデューカパスの講師陣により、東京都渋谷区に、私立医学部専門に予備校早草が、新たに発足されている。かつての、本校舎は、創造学園大学の東京校舎になった。また、旧校舎のうち一棟は、道の区部屋になった。近鉄奈良線、大阪線不正規1990年代になると、近隣の大阪南の中心部である南場。 神本町に大手予備校が進出してきたこと、さらにその後の少子化の影響により、徐々に生徒が減り出した。2004年6月、大阪校の講師陣が、労働組合を結成した直後、経営者の総合学院側は、大阪校は、同年7月21日で閉鎖するとの、解雇予告通告書を教職員に送り、引組合員の教職員の一部のみと、 新たな雇用契約を結ぶ一方、生徒や保護者には、閉鎖後、北岡予備校を設立するなどと説明。7月20日、組合委員の教職員ら8人は経営者を相手取り、解雇の無効を求める仮処分を大阪地裁に申し立てた。後、同年8月17日には、名称は、両国予備校大阪校のままと発表した。しかし、結局同校は閉鎖され、 その受け皿として、元講師の経営する奈良市の北岡総合研究所がオーナーとなって、両国ベストという名称で新予備校が発足したが、募集辞任が集まらずに消滅した。最終的に、旧大阪校は2006年12月に取り壊され、さらちになった。北岡総合研究所は、現在、ザベスト塾になっている。テレビ CM は、山本陽子が、 do you a r best と受験生を鼓舞する内容だった。だが、山本自身は大学受験と縁がなく、年齢的にも受験生世代ともかけ離れており、受験生にファン層がいるとも思えないことから結局、派手な舞台メイクで、ルネサンス様式やロココ調の服を身にまとい、メッセージも受験とあまり関係のない、私も頑張っていますというものだったため、 理事長の個人的な趣味での抜擢であると一部の書籍で批判された。放送時期、時間帯は詳細不明だが、少なくとも1980年代や1990年代には、首都圏を中心に放送され、一時は昼を中心に、全国ネットでも放送された。お笑いウルトラクイズ、思いっきりテレビ、豆腐屋、直次郎の裏の顔。 パネルクイズアタック25などのスポンサーでもあった。キャッチコピーは、いはやくり後継、文系学部受験の名門で、並行直前の頃には、全寮制の両国予備校。通学生も入学できますという文言もあった。また、若の花と高の花の取り組みに、大学受験の名門、両国予備校と、検証がかけられていた。 両国予備高校歌は5番まである文化庁なもので、同校の HP で聴くことができた。生徒は授業開始前の朝礼で毎日これを歌うことになっていた。また、昼休み時間中には、校内放送で8番まである、ストームの歌までも放送され、いずれも文化庁なものであった。また、寮の起床時間にも聴くことができた。書き替えブリンクで視聴可能。 2006年11月、RFN 事件東京地裁、両国予備校の解雇に伴う両母の解雇、予告手当の請求を認めなかった判決。ありがとうございます。